ち上の方が赤いですと届いています。確かにそうですね、この沿岸部というかこうもうお天気になっちゃうんですけれど、先端沿岸部ではないですけどもう完全に天気をお伝えしていく身のワードになってますよね沿岸部じゃないですか、先端ですね、先端が赤くなっていて、オレンが先端がこうオレンジになってますね、で内側が黄色緑になっている状況、沿岸部皆さん沿岸部って知ってますか、ご存知ですか。沿岸部っていうと内側と外側まで入るので空の部分まで沿岸部ってなっちゃうので、やっぱり今回は先端が正しい表示ですね、うん、という豆知識でした、うん、オレンジの報告職業が出てますよね、オレンジのもみじの部分が広がっているということでした。色づきが深まりそうですね。では続